なかなか波に乗れない巨人の中で5月この人のピッチングは冴え渡った。外、あ、空振りです。スイングです。2割7分8厘と、あ、落ちる球、スイングアウトの三振です。0対0です。一方、広島のエース大野は早くも6勝を挙げ負け知らずだった。スイングアウトの三振、これはスライダー、走ったが見逃しの三振、ストレートが来ました。5月28日の広島巨人戦は両エースの投げ合いが続いた。しかし牧原は9回裏2アウト満塁というピンチを迎えた。さあ2アウト満塁で立川です。ピッチャー返し、ショートゴロです。延長戦に入りました。4月30日の初スタメン以来、ショートに入ってはつらつとした動きを見せたのはスグロ。10回2アウトからのこの打席は生涯忘れられないものとなった。センターへ大きい、センター大きい、センターバック、センターバック、中島バック、中島バック、ジャーン、入った、ホームラン。セカンドキャンバス前で大きく飛び上がったスグロ、ついに1点が入りました。2ですから走りそうなカウントなんですがね、はい、走った、引っ張った、ファーストライナー取った、ダブルプレーになった、ゲーム終了です。延長10回、ジャイアンツはスグロと5月4勝を挙げ月間 MVP を獲得した牧原の好投でまたも首位広島に競り勝った。打席立つ前に監督さんからホームラン打ってこいってことは言われたんですけども、センターなんか飛んでね入ると思わなかったですから一生懸命走ってましたね。ツーアウトでもう次のバッター誰からかななんて考えてたからね、ホームラン打ったでしょ。まあヒットは打つだろうと思ったけど、スグロホームラン打つとは思わなかったですからね。スグロ君打ってくれましたしね、もう絶対完封しなきゃいけないと思ってね、まあいいように出たんですけどね。5月、ジャイアンツは終盤4連勝して首位広島に 1.5 ゲーム差と迫り、ようやくエンジンがかかってきた。一方、中日はまだ5位と低迷を続けていた。東京ドームでの対中日3連戦、連勝して迎えた2日のゲームも巨人打線は爆発的な破壊力を見せた。これはサッツ、これも内野安打になりそう。この試合2回2アウトからの嵐の7連打で大勝、中日を3立てして今シーズン初の6連勝をマークした。この頃のジャイアンツは本当に粘り強かった。6月5日小葉対応との一戦は1点を争う好ゲームとなった。まずはクロマティ、これは左中間ですがボールが左に切れていく、しかし入った、大きい、これは入りました、ライナー性で。この東京巨人はクロマティのホームランで2対2の同点とした。見事ボールが吸い込まれました。しかし7回表ワンアウト満塁とピンチを迎えた。ここで巨人の守備が乱れ、太陽は幸運な勝ち越し点を挙げ再びリードした。そして小葉監督は今年抑えに回った中山を投入した。あー、空振り三振。中山は7回には3者連続三振を奪い、好調巨人打線といえども同点に追いつくことは難しいように思われた。しかし8回裏、今年阪急から移籍した美濃田がベテランらしい粘りを見せた。あっと、よくバット止まった。ベテラン対若者、何か味のある対決であります。東京ドーム8回の裏、1点を追います巨人。さあ投球数は10球目。大きい、振り出し、3対3。
3の同点。ジャイアンツ打線はさらに気落ちした中山を攻め、ワンアウト一塁三塁としてバッターは中畑。おっとこれはなんていう結果でしょう。三塁ランナーホームイン、勝ち越し。8回の裏、勝ち越し、4対3。3時間29分の大熱戦、巨人はまたも1点差をものにした。あの場面はね、やっぱりドームの関係でね、やはりガーッと盛り上がってね、自分自身もかなり乗れましたからね、そういう意味ではね。だからいいホームランだったなと今思えばね、ベテランと若手がうまく噛み合い、好調を続けるジャイアンツに6月13日の阪神戦で一つの落とし穴が待っていた。阪神久保の投じた一球はクロマティの左手親指を砕いた骨折である。巨人にとって頼りになる助っ人クロマティが今シーズンもう二度と打席に立てなかったことは結果的に見ると大きな痛手となった。しかし台湾から来た巨人第三の外人は予想外の素晴らしい活躍を見せたのであった。神宮球場の5万2000の大観衆の視線はある男の初打席に注がれた。初打席初ホーマーという衝撃のデビューを飾った台湾の怪物ロー・メイ氏はこの時彼の新たな野球人生の第一歩を歩み出したのである。しかしこの華々しいデビューに至る道は決して平坦なものではなかった。これはまだ台湾文化大の学生時代にジャイアンツ OB 青田昇氏が野球親善大使として指導した時のロー・メイ氏である。もちろん台湾出身の王監督が自分の目標だと思っています。野球やった以上は一度プロ野球は自分のモットーでありますから、これから頑張ります。台湾の一青年が日本で一躍脚光を浴びるようになったのは現在近鉄高柳投手から放ったこの一発だった。チームを優勝に導く大活躍のロは通算112本のホームランを引き下げて憧れのプロ野球巨人のユニフォームを着ることになった。目標とする王監督と初めて対面、やや緊張気味のロだが、王監督は数ヶ月後この男がチームの危機を救ってくれようとはこの時は夢にも思わなかったに違いない。97番の背番号をつけたアジアの大砲は日本でも打ちまくった。31試合で12ホーマー。しかし打っても打っても一軍には上がれない。元大リーガーのクロマティとガリクソンが活躍を続けていたからだ。就是我自己心里也有心理准备了，所以说在这一年当中，就是希望多了解一些日本的职业棒球，还有多加强我的语言，就是这样。好，明白。しかし6月14日、そんなのに突然舞い込んだ朗報。クロマティの負傷で一軍行きの切符が転がり込んできたのだ。午後4時、神宮球場で。その笑みにはまるで緊張感は感じられなかった。試合前の報道陣の数はざっと200人。注目のバッティング練習。とにかく自分の力を信じ黙々と打ち続けてきたロにプレッシャーはなかった。そしてロはいきなり6番ライトで先発出場。その初打席は1回ワンアウト一塁三塁のチャンスに巡ってきた。相手もこの日初登板のギブソン。ワンボールの後の2球目だった。史上24人目の初打席初ホーマー。神宮球場は去年のホーマー以来の怪物の出現に熱狂した。4日後の18日の中日戦、早くも5番に入ったのは今度は6回と9回に1試合2ホーマー。プロ野球界の新星の誕生に日本中が興奮した。
そして続く19日にはリーグを代表する中日小松からバックスクリーンへ4号。目標とする原との初のアベックアーチだった。東京に戻ってもロの快進撃は続いた。21日太陽戦で3試合連続の5号アーチを放った。打てばホームラン、ロ効果なる言葉も生まれるほどロは大活躍。そしてチームも上昇。巨人は22日ついに今シーズン初の首位に立った。この時点のロの働きはクロマティのそれを補ってあまりあるものだった。そして迎えた6月25日のヤクルト戦。1点をリードされたジャイアンツ、6回ロのバットが再び鋭い一振りを見せた。今日3打席目、長嶋さん、ナイスバッティング。グーッと伸びる、吉田さんの入った。出ましたローメーシ。ロにばかり花を持たせるわけにはいかない。巨人の4番原が意地を見せたのは1点を追う9回だった。さあ、あとは外です、外です。伊藤投げた、インコースへ来た、打った、フェア、フェア、フェア、代走の高井村、三塁を回ってホームイン、同点タイムリー、原。そしてロです。ランナー2塁、原を置いての、しかしまあなんというゲームでしょう、がっぷり四つに組んだ。さあ、サヨナラの場面を作りました。サヨナラアーチが出るか、ロメーシ、あるいはサヨナラヒットが出るか。9回の裏、同点に追いついてランナー原を置いてバッターにロであります。伊藤、1球目インコース打った、見事サヨナラホームランの同選手に伺います。おめでとうございます。はい、今週にありがとうございました。今の気持ちからまず伺いましょうか。现在非常高兴，就是在这个最重要的关头能够打出去了，真的非常高兴。一番大事な時に打てて本当に嬉しいです。サヨナラホームランというのは中国語では何て言うんですか。再见全垒打。ああ、そうですか。ロの大活躍で首位を行く巨人に7月、さらにもう一つの試練が。この時点でジャイアンツは広島と激しく首位を争っていたが、中日もようやく6月に7つ勝ち越して3位に浮上、首位戦線に割って入ろうとしていた。旭川スタルヒン球場での初戦、いい働きをしたのは去年の MVP 山倉に代わってマスクをかぶっていた36歳のベテラン有田だった。レフトへ、レフトバックします、レフトバック、おっと諦めるか、入った、入りました、ホームラン、有田ホームラン、今シーズンの第1号スリーラン。2回に今シーズン第1号を放った有田は8回にもこの日2本目のアーチをかけ5打点の大活躍。巨人は9対4と大勝し、再び首位に勝った。これは江川さん、ダメ落ちになりますか。7月6日、舞台を札幌丸山球場に移しての第2戦。打率3割、12ホーマーの吉村はここまで順調に7年目のシーズンを送っていた。4球目、ライトへ上がった。さあ、フェアがファウルか、どうだ、際どいところからホームラン。場外まで飛んできましたね。随分飛びました。遠くまで飛べばその外にあるバスまで届こうかという一撃でした。原の打球もレフトへ。さあ、これも切れなければホームラン、距離は十分。さあ、どうだ、ホームラン、ホームラン、2者連続ホームラン、吉村原のアベックホームラン。昨日7試合ぶりのホームランを打ちました。高めのボール、これは左中間。さあ、どうだ、センターの中尾がフェンスについた。
巨人の一方的なゲーム。しかしいつ何が起こるかわからないのが野球というものである。大リーガーからの助っ人ガリクソン。中尾の打球は左中間、吉村が追いつこうった。吉村に境村が突っ込みました。打球は吉村のグラブにはあるようです。しかし両選手とも倒れたまま左中間に高々と上がったフライ。懸命に追った2人に何の罪もなかった。しかし巨人にとっては本当に惜しまれるシーンだった。結局吉村は左膝外側靭帯断裂と診断され、アメリカへ渡り上部博士の執刀で手術を受けた。その後アメリカでリハビリを続け、軽いプレーができるまでに至ったが、クロマティ同様今シーズン二度と打席に立つことはなかった。巨人は看板の左打線のうち2枚の大砲を欠いて、その後苦しい戦いを強いられたのである。7月7日、そんなチームの嫌なムードを一掃したのは、残された主砲4番原辰徳であった。さらには太陽阪神という、順位になっているセントラルリーグ。さあレフト大きいぞ、高く上がった、高いこう入って、どうだ、入った、ホームラン、サヨナラホームラン、原サヨナラホームラン、ジャイアンツが来ました。原ガッツポーズ。この原のサヨナラアーチで結局巨人は中日を3立てした。しかし振り返ってみると、なんと痛い3連勝であったことか。ホームイン、ジャイアンツサヨナラ勝ち、6対5。前半戦最後はタイガースとの3連戦。前の日勝って首位折り返しを決めた巨人は、この日も1点をリードされながら9回ワンアウト満塁でバッターロト、絶好の逆転サヨナラのチャンスを迎えた。ドーム100号ということになりますが、ワンボール2球目打った、切れました、ファウルボール。まあ、10センチぐらいじゃないですかね。キャッチャーはインコース打った、どうだ、ヒットだ、ライナーです、ライナーです、レフトライナーセカンドへ、ダブルプレー、ゲームセット。一瞬にしてさよならかと思えば、ダブルプレーで一瞬にして試合終了。ここまで巨人に強運をもたらしたロの月が落ち始めたのだろうか。野球っていうのは怖いですね、何があるかわからない。一方北海道シリーズまで6連敗した中日だったが、ここからドラゴンズの快進撃は始まった。その後6勝1敗とした後、19日から21日の対ヤクルトにも3連勝、打線も爆発、出遅れたエース熊津、抑えの切り札角と、巨人とは対照的に駒が揃って前半最後の10試合を9勝1敗と驚異的な数字を上げた。これに広島を加えた3強による V 争いが混沌となって前半は終了した。そこで前半終了の順位表を見てみよう。巨人は首位にいるものの5割5分1厘の勝率は首位チームとしては史上最低。負け数も中日広島より3つ多い。しかし前半を首位で折り返した場合、巨人は9割以上の確率で V を果たしているのである。とにかく目標は負けの数をとにかく揃えることですよ。今まだ3つ打ちが多いんで、これをなんとか、まあ、8月中に同じにしたいですね。後半はやっぱり広島と中日と両方マークしなきゃいけないと思いますね。まあ、あとはヤクルト対応、やっぱり去年まではどちらかというとこちらからすればお客さんだったんですが、今年はそんなことないですし、これからも随分食われるんじゃないかと思ってんですね。ですから変な食われ方をしないようにと考えています。後半の開幕は敵地に乗り込んでの3位広島との対戦。王監督はカープに強い水野を先発に立て必勝を期したが、その水野が3回早くも小早川に捕まった。打線も原、そして篠塚が沈黙。
結局広島のエース北別府の前に中畑の2本のソロホームランによる2点に抑えられ、後半のスタートでいきなりつまずいてしまった。ジャイアンツ敗れるという結果に2位中日の戦う神宮球場は沸いた。そしてクリーンナップの3発で挙げた5点を守護神拓が守りきって、4月には最下位だった中日が意外にもあっさりと今シーズン初めて首位に立ったのだった。さらに巨人には不運が続いた。8月5日のヤクルト戦で看板の左打線のもう1枚篠塚が自打球を右足に当て退場。クロマティ吉村に続く篠塚の欠場で巨人の得点力の低下は深刻なものとなった。翌6日同点で迎えた延長10回、巨人はワンアウト三塁と絶好のチャンス。しかし3番ロは初球を簡単に打ってセカンドゴロ。続く4番原もセカンドゴロとジャイアンツはどうしても勝ち越すことができない。そしてその裏、リリーフ斉藤は8番畑にサヨナラホームランを喫した。翌日も敗れたジャイアンツは結局ヤクルトにまさかの3連敗。自慢としていた打線が沈黙を続け、王監督自らが注意していたにもかかわらず、巨人は対チームに変な食われ方をしてしまったのだった。